牧芳雄君。おはようございます。ちょっと参議院との絡みもあって、先にオリパラの東京大会開催に向けての動向についてから、始めさせていただきたいというふうに思います。組織委員会の前会長の辞任、そして、橋本前大臣が組織委員長就任ということで、丸川大臣がご就任をされたということでございますので、改めて、いろいろとお聞きをしたいというふうに思います。この間ですね、ボランティアの人やら、あるいは聖火ランナーの皆さんが、相次ぐ辞退者が出るというようなこともあり、またワクチン接種が、どうもはかばかしくいってないというようなこともあってですね、国民の間からは、まだまだこの開催が本当にできるんだろうかという、その疑心暗鬼の声もかなりあるというふうに思います。そこでちょっと改めて、本当にやるのかどうなのかということをお聞きしたいというふうに思います。多分やるんだという回答だと思うんですけれども、ただ国民の多くは今申し上げたように、半信半疑だということだと思いますけれども、その国民の多くが半信半疑であるその理由は何だというふうに丸川大臣お思いになりますか。丸川オリパラ担当大臣。ご質問ありがとうございます。まず聖火リレーの件について申し上げますと、密対策についてのガイドラインというものが、議論はされておったわけですけれども、最終決定という形で、地方の皆様方、それぞれの県ごとに実行委員会がございますけれども、こうしたところでご議論いただけるようになるまで少し時間がかかってしまったがゆえに、スケジュールをですね、例えば著名人の方が走る場所を密にならないところに動かしていただくという、こうしたご連絡が非常に遅れてしまっているという現実があります。このためにいろいろとそれ以外に予定されていたことと重なってしまった、あるいは中に妊娠されたという方もいらっしゃいますけれども、いろんな事情で、このスケジュールが合わなくなってしまった、またもちろん、今回森会長から橋本会長へという、バトンタッチの中の経緯が、問題であるというご指摘をされた方もいらっしゃいますけれども、いずれにしてもさまざまな事情で、走っていただけなくなったということはもうその通りでございまして、こうしたスケジュールの変更やコロナ対策ということが一つ影響しているというふうに認識をしております。また外国からの観客についても関心が非常に高いということで、先立っての5者協議の際には、この外国からの観客については3月中に結論を出すということで、まず結論を出す目途を決めました。こうしたことを一つ一つ重ねながら、IOC においては少なくともこれも開催すると、これ IOC が最終的には開催の判断をする決定権者でございますけれども、そのように判断されている中、私どもは日本国の一員としてきちんと皆様の安心と安全を守る対策に万全を期すということになります。牧義雄君。聖火ランナーについては、いろいろものの言いようもあろうかというふうに思いますし、今ボランティアの辞退者についてのご答弁いただかなかったんですけど、だん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 なんかこう尻すぼみしていくような印象が拭えないように思います。5者協議で何が決まったのか、そこら辺も詳しくお聞かせいただければと思うんです。時間の都合でそこまで詳しく聞けないかもしれませんが、少なくともこの5者協議の中で、海外からの観客をあるいは見合わせようというような話が出たのは事実だと思います。3月中に決めるということだと思いますけれども、ただこれもう本当にもう日が迫っている中で、今日聖火ランナーの出発式もなんか無観客でやるということが決まったようですけれども、どん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 こう尻すぼみしていくイメージがどうも拭えません。多分3月中に、無観客じゃなくてその海外からの観客を見合わせるというような結論にあるいはなるんじゃないかなというふうに思いますけれども、この約100万枚海外からの観客を見込んでいるという話、これも100万枚売れてるんでしょうか。もし売れてるんなら、からその時にはその払い戻しをするのかどうなのかをお聞かせください。伊吹内閣審議官。はい、お答え申し上げます。委員からご指摘があった100万枚というのは報道で出ている数字だと思いますけれども、
海外の販売されるチケットというのは、各国にそれぞれ代理店がありまして、でそこを経由して売られているというのが実態でございますが、その先、個人もすでに販売されているのか、それともまだその代理店さんが、持っている状態なのか、それがそれぞれ何枚なのかというのは、今、公表されている数字がございませんので、ここで数字はお答えするものはございません。それから払い戻しについてでございますけれども、現在、先ほど大臣から答弁させていただきましたとおり、海外からの観客の取り扱いそのものを議論している段階でございますので、委員からご指摘があった、その後払い戻しをするかどうかとか、そういう話は、まだ現時点では何か決まった方向性が出ているというわけではありません。いずれにしても、チケットの取り扱いは組織委員会が検討して、決定する事項でございますので、政府としてはその検討状況をしっかり注視してまいりたいと考えております。脇義雄君。いずれにしてもですね、今の時点では何にもわからないという、これから一つずつ質問してきますが、おそらくですね、ほとんど何もまだ今の時点では何も言えないというような状況が浮き彫りになるんじゃないかなというふうに思います。今のお話ですと、海外からのお客さんの扱いもまだ何とも言えないということです。で、今オリパラと関係なくですね、海外から日本に来る方たちの上陸の要件というか、その外務省のホームページ見てもですね、いろいろ書いてあるわけですけれども、例えばもう今の要件で入ってきた人たちが日本の国内の人たちと同じような条件で観客になることもあるいはあり得るわけですし、海外からのお客さんは一切入場してもらっちゃ困るということにはおそらくならないというふうに思います。そういうことも全部ひっくるめてですね、あるいはどういうふうになるのかということをきちっともう示すべき時が来ているというふうに思います。そういう中でもう一つですね、国内の観客もこれを入れるのか、あるいは無観客なのか、あるいは間引くのか、その辺も多分まだ何も決まってないというふうに思いますけれども、私去年の臨時国会でもちょっと質問したんですけど、去年のですね、11月10日から30日、これオリンピックに関して、パラリンピックは12月1日から21日の間に、払い戻しの受付をこのそれぞれ20日間やったと思います。その時点での販売実績がオリンピック448万枚、パラリンピック97万枚の販売実績があったんですけど、それをそれぞれ20日間ずつ払い戻し期間を設けました。この結果は一体どういうふうになったのか、何枚払い戻されたのか。伊吹審議官。お答え申し上げます。委員から今ご指摘があった払い戻しでございますけれども、昨年、スケジュールが1年後ろ倒しになって、もともとのチケットというのは昨年の夏、のために皆さん購入されていましたので、1年後ろ倒しになったということで、払い戻しの機会が設けられました。でその結果、オリンピックのチケットは445万枚、もともと売れていたわけですが、そのうち81万枚、それからパラリンピックのチケットについては97万枚のうちの20万枚、これの払い戻しが、あったところでございます。牧義雄君。そうするとですね、まだ払い戻されずに、それぞれ、手持ちになっているチケットが、それぞれ、300数十万枚、あるいは数万枚、それぞれ購入された方の手元に残っているわけですけど、これが例えば間引きをする、あるいは無観客になる、そういう判断をしたときにどうされるんですか。伊吹審議官。お答え申し上げます。チケットの取り扱いはこれから組織委員会で議論していくということになると思いますけれども、昨年の11月から12月にかけて、この、81万枚、20万枚の払い戻しがあったときに、組織委員会がその結果をホームページで公表したことがございまして、そこのところで、コロナ等でもし感染できないような事態になったときは、
払い戻しをしますということはホームページ上で告知をしているというのが今の現状でございます。牧義夫君。それはいいんですけども、私言いたかったのはね、これだけ残ってるんですよ、手持ちが。ということはこれ無観客になれば当然これ全部払い戻しですけども、あるいは間引きで半分だということになると、その半分の人に絞るのに、その中から抽選するのか、もう一回再度払い戻しを募るのか、そういうことすらまだ決まってないということを今おっしゃったということを改めて指摘をしておきたいと思います。もう日が迫ってんですから、きちっと詰めていただきたい、そのことを申し上げておきたいというふうに思います。それからですね、これ仮に海外からのお客さんなしでやるにしてもですね、少なくとも選手と関係者が来なければ、これは大会に成り立たないわけですけど、選手と関係者、特にパラリンピックですと介助者等々ですね、かなり大きな選手団になるんじゃないかなというふうに思いますけど、総勢で何人でしょうか。伊吹審議官。お答え申し上げます。東京大会に出場する選手の数、これは公表されておりまして、組織委員会によりますと、内外合わせて、オリンピックで上限1万1000人程度、それからパラリンピックで大体4000人程度、ということが公表されてございます。それから大会関係者、例えば国際競技連盟の関係者とか、各国のオリンピック委員会の関係者とか、メディアの方とかいらっしゃると思いますけれども、その人数については組織委員会で今精査していただいているところでございます。牧義夫君。精査していただいているところですということで、他人事みたいですけれども、私側分するところによると全部合わせれば10万人ぐらいだというふうに聞いております。違ったら教えていただきたいんですけれども、それなりの相当な数の方たちが一定の期間に日本に押し寄せることになるわけですけれども、その方たちが滞在期間中どういう生活を送るのか、この期間中にですね、例えば2日おき3日おきに PCR 検査を受けるのか、あるいはワクチン接種が義務付けられるのか、隔離期間を設けるのか、その辺のところを教えてください。伊吹審議官。お答え申し上げます。まず一番重要な選手なんですけれども、これは先ほどご紹介がありましたとおり、いくつか国際大会、最近ですとテニスの全豪オープンでありますとか、水球の世界選手権とかいくつかありますが、こういう大会においてやり方というのはやや大体確立をしつつありまして、世の中でバブルと呼ばれるやり方なんですが、これは入国するしてから出国するまで一貫して、選手団を外部から隔離するという考え方でございまして、出国前の検査、それから入国時の検査、でこれに陰性を確認した上で、厳格な行動管理、それから定期的な検査を行い、必要な防疫上措置を講じて、一般の人と交わらない形で、練習して、大会に参加していただくという形で、活動する方法でございます。で、こういうやり方を参考にしまして、東京大会については昨年12月、対策について中間整理を取りまとめているところでございますけれども、基本的にこのバブルの考え方をベースにして、それからこの中間整理を取りまとめたのは昨年の12月でございまして、その後変異株の問題が出てきていますので、12月で取りまとめたものが十分かどうか、これはもう一回さらに精査をして、対応を図っていく必要があるというふうに考えてございます。牧義夫君。もう一回精査してというお話、もう本当にきちっと精査していただきたいと思います。選手だけじゃなくて関係者を含めればそれなりの人数ですし、今話があったように変異株の存在もありですね、多くの国で水際対策を厳格化している中でですね、こういう大会が開かれるということですから、この入国前後の検査だけでもこれ完全に防ぐということは専門家に言わせるとこれ不可能だというふうに言われております。そういう中で、例えばその選手村でクラスターが発生するようなことになればですね、もうその時点で、大会そのものが
ストップしてしまうというようなことに なりかねないわけで、これは誰が責任を取るんだという話にもなりかねない話ですので、もうそろそろきちっとその辺のところは定めていただければというふうに思います。で、次に選手の選考状況について、これは他の委員会でももう質問が出ておりました。議事録見ました。我が党の日吉議員からも在勤でも質問しておりましたけれども、現状で何名今日本の選手が選考されているんでしょうか。それと全体で何名のうちの何名なのか、そこもお答えいただきたいというふうに思います。藤江スポーツ庁次長。お答え申し上げます。東京オリンピック・パラリンピック競技大会の選考状況、選手の日本人選手の選考状況でございますけれども、各競技団体が発表している日本代表への内定選手は、オリンピックが計120名程度、パラリンピックが計60名程度というふうに承知しております。日本代表選手団全体の最終的な選手につきましては、今後開催される国際大会等で出場権を獲得するものもあるため、現時点では確定しておりませんけれども、オリンピックについては JOC によれば最大600名程度、それからパラリンピックについては JPC によれば最大250名程度になるものと現時点では想定されているところでございます。日本代表選手団の決定につきましては、各競技団体から日本オリンピック委員会、日本パラリンピック委員会への推薦を経て、オリンピックにつきましては7月、それからパラリンピックについては8月にそれぞれ出場選手を登録することとなっているところでございます。牧義雄君。要するにギリギリになってまだ決まってない部分が多分にあるということで、これから先そのコロナの感染状況どうなるかわからない中で、本当にそのきちっと600名選考できるかどうなのかということも、私は今の時点では言い切れない話だというふうに思います。それともう一つですね、これはやっぱり各国から参加していただかなければオリンピック・パラリンピック成り立たないわけで、各国の選考状況というのをどのように把握しているのか、そこも教えてください。伊吹審議官。お答え申し上げます。オリンピックの代表の選考についてですが、2つ論点がありまして、1つは出場の枠がどの国に行くかという問題と、その枠を使ってじゃあ具体的にどの個人名の選手がはまるのかという2つの問題がありますけれども、前者の論点については、IOC から、発表がありまして、現時点で出場選手枠の約6割の配分が、進んでいるということで公表されています。で、今後、代表選手枠の配分については、選考大会で、決まる場合と、それからゴルフとかテニスみたいにランキングで決まる場合と、両方ありますけれども、前者については4月、5月ぐらいで、後者については6月に決まるものが多いというふうに承知しています。引き続き出場枠の決定状況、選手、個人の選手の決定状況について注視をしてまいります。牧義雄君。国別、そしてまた固有名詞との観点、両方の観点からというお話がございましたけれど、私、ちょっと思うのはですね、ひょっとするとその各競技団体、例えば陸上なら世界陸上連盟ですか、水泳だったら国際水泳連盟とか、この国際組織があります。その傘下に各それぞれ競技団体がそれぞれの国にあると思うんですけども、その国ごとのくくりとは別にですね、競技団体別のそのくくりというのがあると思うんですね。例えばアメリカという国が参加するかしないかという、そういう判断、それと別にですね、アメリカの陸上連盟がうちは選手団出さないという可能性も私はあると思うんですけども、そういう観点からのその IOC が6割って言ってるからそうなんだっていう話じゃなくてですね、きちっとそういうことをそれこそ精査しているのかどうなのか、ちょっとそこだけ簡潔にお答えください。伊吹審議官。
はい、今ご質問があった点ですが、まず、オリンピック憲章の中に規則40の付属催則というのがありまして、この中で各国際競技連盟、世界水泳連盟とかそういう、単一の競技の世界連盟、それがオリンピック競技大会に出場するためのどういう選考方法でするかを決めますと、で、まあ、選考大会はこれとかランキングはこういうふうに決めるということで決まってますので、これに従って、やっていくということでございます。で、各、まあ、競技連盟なり各国のオリンピック委員会が選手団を派遣しないという話は今のところ聞いてございません。牧義雄君。はい、分かりました、まあ、そこはこれからきちっと詰めていっていただきたいというふうに思います。丸川大臣にお聞かせいただきたいんですけれども、まあ、そもそもこの当初、この東京大会が決まった折にですね、まあ、安倍前総理からの発言としては、まあ、人類がコロナウイルスに打ち勝った証として、東京大会を完全な形で実施できるよう、開催国としての責任を果たしてまいりたいという言葉がありました。ただ、今回、この2021年の東京大会というのは、まあ、残念ながら、人類がコロナウイルスに打ち勝った証としての大会でとは私は言えない状況の中での、まあ、仮に開催するとしてもですよ、そういうものになろうかと思います。その大臣なりにですね、改めてこの別の意義付けというか別の名前をこのオリンピックにつけるとしたら どんなオリンピックになるんでしょうか。丸川オリパラ担当大臣。はい、ありがとうございます。先ほどボランティアの方のお話ございました。2月の4日から23日までの累計で1000名、およそ1000名の方が辞退されたということで、本当にこれから大会を開催するにあたってボランティアの方の存在って非常に重要でございます。ただ一度登録を抹消してしまうと、またシステム上の問題でまたこれきちんと対応しなければいけないことがあるんだそうでして、これ少し時間の準備に時間がかかることだというふうに伺っております。それから今回ですね、私昨日ハンガリーの外務大臣とお会いしたんですが、外務大臣がおっしゃるには、このようなコロナの感染状況の中でもしオリンピック・パラリンピックの大会が開催できる国があるとすれば、それは日本だと私は思うというふうにおっしゃっていただきまして、まさに安心安全というところが非常に大きな期待の要素であろうかと受け止めさせていただきました。そのようなことを踏まえて、まず感染拡大の防止に全力で取り組んで安心安全の大会を行うということが私たちの新たな日本のレガシーにつながっていくのではないかと私は考えております。牧義雄君。まさに安心安全の大会であるべきであるというふうに私も思うんですけれども、まあ、安心安全の大会に結びつけるためには、まあ、ある人たちに言わせればそのワクチンの接種というのが前提になるという人もおります。で、まあ、これ必ずしも前提じゃないというお話もあるんですけども、まあ、昨年4月にですね、当時の葛飾議員、まあ、今ちょっと辞職されておりますが、質問中止を出されて、まあ、その開催とこのコロナの収束との関係についての質問収書に、当時の安倍総理の答弁というのは、このワクチンを前提としてしたかのような発言もあります。そこをちょっと読み上げるとですね、まずは現下の事態を収束させるため、国際社会とともに治療薬やワクチンの開発に全力を挙げて取り組むことを強く主張し、合意を得たところであります。政府としてはこうした取り組みを合わせて行うことを通じて、世界のアスリートが万全のコンディションでプレーを行い、観客の皆さんにとっても安心安全で安心な大会を目指すという言葉があって、もうこの言葉の中にですね、まあ、あたかもワクチン接種を前提としているような言葉もあります。まあ、これがもう接種がうまくはかばかしく進んでないということで、まあ、そこはちょっとこう置いといてですね、まあ、必ずしも前提じゃないと。いうその苦しい答弁されるのは、まあ、気持ちもわからなくもないんですが、私としてはやっぱり国民の多くの皆さんもですね、やっぱりワクチンを前提としてということも念頭にあるということも、ぜひ心の隅に置いといていただければというふうに思います。まあ、そういう中で、この大会期間中延べ1万人の医療スタッフ、
を動員をお願いしているというようなことも、これ去年の秋の質問でもしましたけれども、これ本当に確保がされているのかどうなのか、医者が何名、看護師何名、きちっとこの延べ1万人が確保されているかどうかをお答えいただきたいというふうに思います。河村審議官。お答えいたします。東京大会においては安全安心な大会を実現するための医療体制といたしまして、選手村総合診療所や競技会場の医務室において選手や観客に対して必要な医療サービスを提供するほか、新型コロナウイルス対策といたしまして選手村において定期的な検査を実施するとともに、選手村総合診療所発熱外来や競技会場隔離室、感染症対策センター等が緊密に連携しつつ迅速に対応する体制を整備することとなることと承知しております。こうした体制の構築に必要な医療スタッフについてでありますが、現在組織委員会の方で精査を行っているところではありますが、先ほどお話がございましたようにお一人5日程度の参画を前提といたしますと、東京大会の開催期間を通じて1万人程度の方々に依頼をしていくこととなると承知しております。その内訳でありますが、医師、歯科医師が約3割、看護師が約4割、理学療法士が約1割程度、さらに検査技師等の検体採取者が約1割弱程度と伺っております。また、1日あたりのですね、医師、看護師の人員につきましては、最も多くの会場で競技が行われる7月25日において見ますと、医師は300人程度、看護師は400人程度、となっておりまして、このうち主に新型コロナウイルス対策にウイルス感染症対策のに行うための人員につきましては、医師が100人弱、看護師100人強の確保を目指していると承知しております。現在ですね、組織委員会におきまして医療機関、競技団体等のご意見を伺いながら、医療スタッフの確保についてきめ細かな調整を行っている状況にあると伺っております。国といたしましても、引き続き東京都組織委員会としっかりと連携を図ってまいります。牧義雄君。はい、そこはきちっと確保していただくのはいいんですけども、今、ただでさえですね、医療提供体制が場合によっては逼迫状況になるというような危機的な状況というのは、まだ続いている中だと思います。ここへ来て少し新規感染者の数が下火になっているとはいえですね、これあるその人に言わせると、これはいわゆる季節性のコロナと一緒で、いわゆる風邪ですよね、季節性コロナ、これと一緒でこう波があるんだと、で今度、これ今、収束に向かっているように見えるけど、次の第4波が6月、7月に来るんじゃないかと、ほっといても来るんじゃないかというような説もあります。そういう時とこのオリンピックの時期が重なってですね、この1万人確保しましたというのはいいんですけど、それによって地域医療に穴が開いてしまっては、これは本当に大変なことになるということだけは、私は指摘をしておきたいというふうに思います。あまり時間もありませんので、最後に、このオリンピックに関して、オリンピックに関してというか、関連してですね、これ、21年にこれやって、すぐ次に来年、北京のオリンピックはもうすぐ来年に迫っているよね。で、この北京の大会に向けての、まず丸川大臣から。ちょっと参議院まで先にその思いをそれぞれ丸川大臣と萩生田大臣からお聞かせをいただきたいと思います。丸川大臣。お配慮すみません、恐縮に存じます。私たちもロンドンの大会、あるいはリオの大会から たくさんのことを学ばせていただいたという前提があって今の大会に向かっておりますので、東京大会で私たちが今取り組んでいる感染対策、あるいはサイバーセキュリティを含むさまざまなセキュリティと、この大会で得た知見というのをしっかり次の大会につないでいくということが私たちに課せられた大事な使命だということを思っております。その上でオリンピック・パラリンピックの理念に沿って、あらゆる五輪パラリンピックが平和の祭典として開催されるということを切に願っております。萩生田大臣。まずは開幕まで5ヶ月を切った東京大会を成功させることが最優先課題であり、文科省としても IOC や IPC、 東京都組織委員会と連携し準備に万全を期してまいりたいと考えております。
その上で東京大会の1年延期により、東京大会の半年後に北京冬季大会が開催されることとなっております。平昌冬季大会を含めて、3大会連続でのアジア開催となり、国民の皆様にとってもオリンピック・パラリンピックを身近に感じることができる希少な機会になると考えています。文科省としては、競技団体による日常的継続的な強化活動への支援や、スポーツ、医、科学等に基づく専門的かつ高度な支援などに取り組んでいるところであり、引き続き北京冬季大会での日本選手団の活躍により、国民の皆様に夢と希望をお届けできるように取り組んでまいりたいと思います。牧義夫君。私、質問通告のときに、それぞれ大臣の個人的な思いをお聞かせいただきたいというふうに申し上げたつもりです。文科省としてはということになると、そういう答弁になると思うんですけど、もう世界中でですね、中国大会というのを、あるいはボイコットすべきじゃないかというような声も出ております。ウイグルの問題、チベットの問題、香港の民主化弾圧の問題等々ある中で、政治家としての大臣の思いをお聞かせいただきたかったというふうに思います。もし何かあれば一言でも。萩生田大臣。先日予算委員会でも尋ねられましたので、私申し上げたんですけれども、オリンピックはですね、オリンピック憲章には人間の尊厳の保持やいかなる種別の種類の差別も受けることなくといったことが謳われておりますので、仮に今ご指摘のようなですね、懸念が国際社会から湧き上がっているとすれば、これはやっぱり中国政府がきちんと説明をする必要があると思います。それでこそ開催国だというふうに思っております。牧義夫君。はい、丸川大臣、もうこれで結構でございますので、ありがとうございました。じゃあちょっとですね、ご退席。当初予定しておりました議題と違う話で、質問させていただきたいと思います。ここ数日の間に報道されております全日本私立幼稚園連合会、ここの中で数億円、今日の報道だと4億5000万ほどが使途不明になっているというようなことが報じられております。で、そのことについてのまず文科省の認識、どう現時点で把握をしているのか教えてください。滝本局長。お答え申し上げます。昨日、全日本私立幼稚園連合会の理事会が開催されて、今回の使途不明金について現時点での調査の結果が報告をされたと承知しております。それによりますと、第三者の弁護士あるいは公認会計士の調査の結果として、平成29年度、30年度、そして令和元年度のこの3年間において、基金の理事会の承認なしの取り崩し、あるいは決算の不正により、3年間で総額約3億2000万円の横領が発生し、決算前であるものの、今年度、令和2年度にも8000万円を超える使途不明金が確認をされていると承知しております。また今、牧委員からは4億5000万円という数字がありましたけれども、このほかにですね、この連合会本体ではございませんが、全日本の私立幼稚園 PTA 連合会で資金流出が約4000万あったというふうに報じられているところでございます。横領されたこれらの資金の使途についてはほとんどが現金で引き出されておりますので、総額について詳細に使途を特定することは困難を極めますが、弁護士が引き続き調査解明に努めること、また今後、外部の弁護士、公認会計士の意見等も反映させながら、より一層の適切なガバナンス体制を整備するなどとされていると承知をしております。文科省としても全容解明に努めていただきたいと考えております。牧義夫君。内部調査を進めているということで、文科省としてもそれをきちっと追っていくというお話ですが、文科省として本当にもっときちっと私は突っ込んで調査をすべきだというふうに思いますけれども、多分それは形式上そういう立場ないというような多分お話になろうかと思います。このどんな組織かというと、これ任意団体なんですよね。そうすると文科省の所管じゃなくて拉致の外にあるというようなお話になるんじゃないかなというふうに思いますけど、それでよろしいでしょうか。滝本局長。お答え申し上げます。ご指摘のとおり、同連合会は任意団体であって、文部科学省が所管している団体ではございませんが、
しかしながら我が国の幼児教育を担う私立幼稚園の団体でございますので、そういう意味では重要な団体であり、まあ、こうした不祥事はあってはならないものと考えております。同連合会においては、先ほど申し上げた弁護士、公認会計士も入った調査解明に努めて、刑事告訴、あるいは民事訴訟をすることも当然視野に入れた断固とした対応をするということでございますので、まずは団体の調査、ないしは今後の取り組みについて、注意しながら見守ってまいりたいと思います。牧義雄君。文科省の行政とは非常に関わりのある団体であるということはお認めになるわけで、そんな中ですね、その香川前会長が去年の11月27日にこの辞任をされてます、この辞任をされたのは、この問題を指摘されて、辞任をされているわけですけれども、わずかその6日後の12月3日、昨年12月3日に、文部大臣の表彰をこの香川さん受けられているんですね。学校教育の振興に特に功績があったということで、表彰をされているわけです。で、この表彰の手続きについては私も事前に聞きましたので、この団体の長として受けたんじゃなくて、一その幼稚園の経営者としての長年の功績をということなんですけれども、ただいずれにしてもですね、この文科省の行政に関わりの深い団体の長を務めてた人が、こういった問題を指摘されて、そして辞任をしたにもかかわらず、その6日後に文部大臣表彰をするというのは、私行政としては非常にこの甘いんじゃないかなと、そんなことも知らずにやったのかどうなのかということだけちょっとお答えいただきたいと思います。益子官房長。お答え申し上げます。教育者表彰の件でございますが、学校教育の振興に関し、特に功績顕著な教育者の功績を称えるということで、表彰することを目的としております。で、具体的には国公私立の高等学校以下の学校の校長、園長または教員であって、学校教育に関し顕著な功績のあったものが対象ということでございまして、で、この表彰者については国立大学の付属学校 の学長、公立学校は都道府県の教育委員会で、私立学校は都道府県知事の推薦に基づき文科大臣が決定するということになっております。そういう意味では、この香川さんにつきましては、46年間にわたり幼稚園をの振興発展に貢献していたということを踏まえて表彰したということでございます。滝本局長。簡潔に。すみません。香川会長が当時辞任をしてですね、田中会長代行が就任した旨は、そのことを団体の理事会で決定、11月27日ですけれども、した後の11月30日に、私どもとして連絡を受けておりましたが、その際に辞任をした理由については、特段連絡を受けておりませんでしたので、補足をさせていただきます。牧義雄君。いずれにしてもですね、この全国団体が、任意団体、言葉を変えると、人格なき社団っていうのか、要はその権利の主体になれない団体であるということが、すべての原因だと私は思います。それぞれの各都道府県別の私立幼稚園の団体というのは、一般社団法人だったり、公益社団法人だったりするわけですけれども、この全国組織に関しては、全く野放しというかですね、所管するところもない、でこれだけ大きなお金を預かっておきながら、それを見るところもない、これちょっと税制上どうなのか、ちょっと簡単にお答えいただきたいというふうに思います。重戸課税部長。お答えいたします。まず個別のことからについてはお答えさせていただきますが、一般論で申し上げますと、法人ではない社団
または財団で代表者または管理人の定めがある者は法人税法上人格のない社団等に該当いたします。で、人格のない社団等につきましては法人税法上収益事業として特定されました34種類の事業から生ずる所得については法人税は課されますが、収益事業以外の事業から生ずる所得については法人税は課されないということになってございます。牧吉君、まあ、つまりはですね、その国税当局 の, あの対象でもない、まあ、その収益事業をやっているという申請さえなければ別にそれは国税が見るべきあの相手じゃないということですね。で、ましてやその文科省についてもこれは任意団体だというお話ですから、全くこれ野放しの中、野放しという言い方はちょっと変かもしれませんけど、まあ、要は人格のない社団というのは、まあ、例えばですよ、萩生田大臣の萩生田一族が集まって、まあ、うちの一族から大臣が出たからみんなでお金出し合って八王子に銅像を建てようというお話になったときに、集まったお金を誰かが他に流用したからこれは刑事告発するんだっていうような、これは誰も受け付けないですね、そんな話は。それと同じ話なんですよ。それがこんな大きな組織のにもかかわらずそういう野放しの状態になっているということが私は問題だというふうに思いますし、もっと言い方を変えるとですね、非常に使い勝手のいいお金を持ってしまった香川会長、前会長が一体何に使ったのか、これは刑事告発する横領だとかどうとかっていう報道もありますけれども、それ以上にですね、この香川前会長はこれは私的な流用はないって言ってるんですね。私的な流用はないというふうに自信を持って言ってるってことは、じゃあどこに流用したんだっていうことを我々はこれから順次追及していかなければならないというふうに思いますし、これは今までのこの団体のいろんな議事録等々を見るとですね、まあ、かなり踏み込んでるんですね。まあ、公益性の本来あるべき団体が、まあ、特定の政党の選挙対策をやっていたりですね、あるいは政治献金をしたり、まあ、そういうことをするための団体じゃないかと思わざるを得ないような部分が多々散見されます。まあ、これはいろいろ今総務省ですとか農水省の問題、国会でも取り上げられておりますけれども、まあ、それとはまたちょっと意味の違うもっと大きな問題をはらんだ俗人的な話じゃなくてですね、まあ、組織を挙げての話になりかねないんじゃないかなというふうに私は思っております。まあ、この辺のところは後でまた同僚議員からも質問があろうかと思うんですけれども、少なくともですね、この例えばこの団体から接待を受けたり、あるいはなんかご馳走になったり、まあ、そういうその文科省の方がいるかどうか、まあ、多分これは聞いても今の時点ではお答えできない、あるいはこれから調査するっていうお話かもしれませんけれども、まあ後で週刊誌に出たからやっぱりありましたっていうんじゃ困りますんで、まずちょっと今の時点でそういうのがあるのかどうか、文科省なりに調べたのかどうかちょっとお聞かせをいただきたいと思います。マスコ官房長。現在全日本私立幼稚園連合会において第三者を入れて使途不明金に関する調査を行っているものと承知しております。文科省といたしましては、まずは当該団体におけるこの調査の結果を待ちたいと考えております。で、仮に万一その調査において文科省職員に対する接待、これが疑われるような事案が発生した場合には速やかにですね、事実関係の確認を行うということは必要かと思っております。牧吉夫君。まあ、それと合わせてですね、まあ、この団体の例えば2012年、11月の常任幹事会の、まあ、議事の様子を書面になったのを見ておりますと、まあ、当時野党だった自民党の総裁やら、あるいは選対事務局長、選対局長を招いての会合も開かれ、来たる総選挙に向けての選挙対策というようなことも議題になっております。幼児教育無償化に向けてのいろんな運動と相まってですね、一つの政治運動をするための団体であるために、あり続けるためにあえて、この公益法人、公益性のある法人格を取らずに任意団体のままでいるとしたら、これは看過できない
話であります。まあ、文科省としてですね、この非常に公益性の高い、内容を追求すべき団体が、まあ、このまま任意団体でいいのかどうなのか、きちっと法人格を取って、きちっと囚人の監視のもとにさらされる、まあ、そういう団体へ改めていくべきだというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。滝本局長。お答え申し上げます。まあ、団体 の、 その運営ないしは団体の法的な位置づけのあり方でございますので、私どもとしては現時点では団体の方から外部の弁護士や公認会計士等も入ってですね、より一層の適切なガバナンス体制を整備すると聞いておりますが、その上でどうした形 の、 団体となっていくかということについては、まず一義的には団体のご判断かと思っております。牧義夫君。はい、時間来たので終わります。ありがとうございました。次に。